はいじゃあ今度はですね五百六十六番ですねよっおよし五百六番うーんと finally a splendid idea occurred to me ですねうーんと splendid idea が occurred to me と私の方にうーんとかな A にまあ、直訳ですよ A に向かって起きるところですね。 物事が発生するるとか起きるっていうね occur っていうね。ね。なので A の方に向かって何々が発生する起きるってことで過去形になってますけども、えー、素晴らしいアイディアがですね私の方に向かって発生したっていうことでいいアイディアが思いついたんだよということですついに私は素晴らしいアイディアを思いつきましたっていう意味ですねでこれをですね書き換えなさいっていう、まあ、ワンパターンですけどもえーと。 私は何々にぶち当たったって言うんですね。こうなります。I hit upon a splendid idea.、ね、はい、っていう書き換え問題でした。次です。っえっと、今度は Dick plays the guitar well. Dick はギターをうまく弾きますってことでギターがうまいってことですね。これはまあワンパターンのね軽い問題ですけど、うーんとただねあの文法的なポイントとしてはですね、well っていう副詞ですけども、これの形容詞形はっていう問題に出たときに good っていうにかけるかなっていうね、まあ文法っていうよりも語彙ですか語彙の問題ね。で、えー、とここは Dick is a good player guitar Dick is Dickies are good guitar player, あるいはですね、ギターリストですね。 この2つのつ微妙に違いがあるんですね知ってましたギタープレイヤーというのとギタリストねどっちかというとですよどっちかというとこっちの方が専門的な感じしますねもう悪く言うとこれしかできなないいみたいなこっちはまあいろんなことをやるうちの一つでギターも弾きますっていうニュアンスが出てきますからちょっと微妙にねあ,のあれもそうですねうんピアニストかピアニストっていうのをピアノプレイヤーっていう時もありますねはい よしでしでじゃあ次ですね568番いきましてうんと She <rises> early. 彼,は彼女は登っていくじゃなくてこの場合は朝起きるってことですね起きるってことで彼女は早く起きますさあこれを「She is で書き換えてくださいっていうことですね彼女は何々です彼女は早起きをする人です なんんて言えばい,いですか「She is an early riser」って言いますねはいでこれだけだったら面白くないもう一つ答えられますかってなると難しいんだね「early riser」ともう一つ知ってる「early?early?early?b early」で始まるんだけどね「bird」鳥ですこれちょっとすごいポエムな感じしますけどね「she is an early bird」 ほら、アーリー・ブー・キャッチ・ズ・マー、なんだっけ、キャッチ・ズ・ウォムか。ね。あの、早起きの鳥は、毛、う、虫、ん、を捕まえるってね、言うんで、あの早起きは3問の徳ですかね。ありますが、うーんとね、この表現してますかね。 このパターン、A says little bird says that.「小さな鳥がざっといいか」というふうに言っています。どういうことですかこれもねああちょっとねおとぎ話っぽい感じがしますけども「風のうでは」っていう時に、ね「あれ小さな鳥がこんなこと言ってます。風の噂ではね」っていうことですね。 はいじゃあ次行きましょうね569番でございましてえっと「There is no hope that she would pass examination、ねえー」短文にしてくださいということでこれは副文ですね、はい、どこに接続詞がありますかザットがありますねザット以下のことをホープ希望するああザット以下というホープがないということでこれは同格のザットですね同格のザットですはい えーと希望がない、ざっと以下という希望がない。She would pass examination。彼女が試験に合格するという希望はなかったとねいうことです。はい、じゃこれを短文にしてくださいってことで、あのね、同格の問題でね、短文から複文、複文から短文って時には同格のザットと、はい、何ですか、同格のオブだよね。 これを書き換えていればのお互いとオブからザットに積んだ副分だしザットからオブにすると単分になると、ね、だってザットほら接続したから後ろに主語同士来るわけでしょだから副分になるわけでねオブはその後ろの主語同士が来ないわけですからここでは単分に戻っちゃうっていうことでね同格のオブか同格のザットで今同格のザット出てきたんだからもうオブしかないでしょ使うのはねえっ、ー、と There is no hope オブはいオブの時には INGK だよね一番基本的な考え方は前「何々すること」同名詞だよ前知詞オブだからその後は名詞が来んだから同名詞にしまして「何々すること」「何々するという希望ってことです」ねじゃあ、えー、と合格するという希望ですから「オブ」 試験に合格するねパッシングでエグザイミネーションまた同じパターン動名詞誰がそういうパッシングするのかな動名詞の意味上の主語ですねここにね動名詞の意味上の主語 こ,れがこここれに来るわけですね彼女が合格するんだから o f h e r passing the examination っていうようになりますはい、えー、ポイントはね、えー、同格の that、えー、から同格の o v に変えるということで副分短分短分副分ってことでしょから、えー、同格の o v があったら ING 何年、ね、するという名詞ってなりますねで passing、えー、するという希望でしょで 誰がパッシングするの同名詞の意味上の主語をつけてくださいっていうねいろんなことが詰まった問題ですねはいじゃあ次いきまして500の70番いきますと「w e a r e w e a r e 知ってる変なやつっていう時に、ね、ストレイン,ンジとも言うけどもよく「Weird」使いますよ「Weird guy talk to me on the train、ね」変なやつがあの電車の中で俺に声をかけてきたねはい さあこれを受け身にしてくださいって言うんでポイントははい何がポイントかっていうですね私は話しかけられた I was はいこの to を忘れないでねってことですねこれがポイントだよね I was talked to まあ spoken での意味じゃん I was spoken to ねはいでえー、っと変なやつに by a weird guy on the train それはそのまんまですね。 はい次いきまして。Do you have、no、her name? この「happen to」ってたまたま何々するとかですね、えー、ひょっとして何々するっていう時にですね、えー、happen to know happen to って言いますねこれが、えー、happen to happen to 不定子ですねたまたま何々する。 だここは、Do you happen to know? happen あなたはたまたま彼女の名前を知ってますか、まあ、ひょっとして知ってますかっていう時に使いますねさあこれをですねチャンスを使って書き換えてくれっていうことなんだねでこれはねこれたまたまっていう時のですね「バイエニチャンス」「ひょっとして?」っていう時のこのチャンスで、ね、このチャンスって可能性って意味があるんですよ皆さんあら 出ま,すかまあ probability っていうと確率ですけどね可能性っていうことでチャンスねはいでこれでいかなるチャンスによってもっていうことで、えー、ひょっとしてっていうニュアンスが出てくるわけですそうすると、はい、こうなりますね「Do you know her name by any chance?」 ひょっとして彼女の名前知ってたりしませんっていうのはね時によく使いますねはいじゃあ次いきまして572番ですねよっよっ After I had t turn off radio I left home これねちょっと不自然というかあんまりここまで厳密に書かないんだけど入試問題だからね、えー、時間のずれを過去完了時制使ってですね After I Hard Turn Off Radio Then, あのラジオのスイッチ切った方が先でしょ。で、その後で、I left home 家を出てったんですね。家を出,てる出るよりも、それが過去でもっと前ってことだから、had turned off っていうに、いかにも入試問題っぽいですね、えーかか過去完了。過去完了を使ってますね。はい。で、私がレジラジオのスイッチを切った後で家を出ましたってやつを分子構文使ってくれってことですね。 で、これが完了分子構文ってやつねこうなりますね「turning」ンンじゃなくて「h a v i n g t u r n e d 何々しちゃったってことね OK 完了分子構分ですね これが答えになりますね。はい。じゃあ、次いきまして。あれえー、っと、573ですね。<laughs> f r e d s sure of Lucy's coming home safely。これね、セーフでもいいんだよね。そこに書いてあるけどね。<laughs> f r e d s s u r e of Lucy's coming home safe。で、えー、っとですね、フレッドは何々を確信しているとてことですね。ルーシーが うん無事に戻ってくるてことですねルーシーが、えー、無事に戻ってくることを確信していますということですね。はい、で、えー、っとこれを副文にしてくれ今度は副文です。そうするとさっきも言いましたけども、えーとこ,うですね、ここも同じなんですけどここのオブと。 be sure of that、ね「オブ」のあとには「i NG」が来て「that のあとには主語動詞が来んだな。こ、ね、この動詞を同名詞にしちゃって「誰が?」っていうこの動詞は所有格でねイメージの同名詞の意味上の主語にしちゃうんだけどもほら、ね、これはやりとりこっちはこっち「オブの」と「ザ」と「ザ」と「オブ」に変えれば単文から副文「副文」「副文」から「単文」って。 なるねこういういことですだから、えー、とここの問題の方は最初オーブが来てるんでしょルーシーのカミングホームですねってことはルーシーが帰ってくるってことですけどそれを確信してるってことですねそうするとねこうなりますね Fred is sure that はい主語はルーシーでしょルーシーが帰ってくるんでしょ でこれから帰ってくるんだよねあ。大丈夫、大丈夫、心配するんだ。これからちゃんと帰ってくるからってことで、これはウィールをつけたほうがいいですね。話の内容的にね。Uh, Fred is sure that Lucy will come home Safe あるいは Safe l e ーでもいいですけどね。Come home safe 大丈夫ですかねうん。これ、どうしね。どうし。 えーとじゃあ次ですね574番いきましてルミ、えー、ここからはですね、えー、関節和法ってやつですねこれをやっていきますでこれはね書き換えるっていう問題はまず出ませんじゃないんだけど出ないんだけどもなんでやるかっていうと読めるようにすると内容がちゃんと分かってるかあの関節から直接とか直接からね関節に変わると誰があって ってこの誰の所有格がね変わっちゃったりとかあとは場所ですね場所がうんあそこだったのがここに変わったりとかっていう,うに誰から見た場所なのかで変わっていくんですねそういうところがちゃんと分かるかっていうのが長文読むときに大事になるんですだから必要なんですよはいじゃあ関節和法を見ていきましょうかまず「シーセアルミ」でね関節和法はもういつもこのパターンです「セイ」あごめん直接和法ね 直接話法というのはこのパターンで言ます正義を使います直接の時にね「てるかな」「オーダーかな」「アスク」かな全然関係ないどんな場合でも正です特に受験では絶対正です、ね、でここがセリフが来るんですね言ったセリフが直接書いてあるから直接話法っていうんですよ大丈夫ですかねなのでここも「はいシースイアルミー」で彼女は私に言いました言ったセリフが来てますね 彼女の言ったセリフは「Why did you ask me to come with you?」さあこれねあの誰が誰を指してるのかね「You が誰?」「Me が誰?」っていうのが分かんなくなっちゃうから気をつけてあいくよこのクォーテーションの中ねクォーテーションの中見ると「なんで Did you? お前って言ってんのは彼女から見たお前ですからあの人ね彼女ね私に言ったんですってこの私のことなんです私にこう聞いてきたってことですねなんであなたは 私に頼むの尋ねるのないないしてくれ to come with you、ね。でえー、っとですねこれ分かりにくいなんがこ,ここでちゃんと書いておきましょうかねあら消えなくなったよこれがややこしいと長文読む時もすごく大事になってくるんですね「She said to me」はいじゃあまず「She」これを彼女 具体的にいきましょう花ちゃんにしましょうね花子ちゃんじゃあ私に言いました私太郎くんにしましょうかね太郎くんはい彼女は私太郎に言いましたさあ何て言ったかこのセリフの中だけ見ましょうかセリフの中をよく見ますねちょっとこっちも消しちゃっていいかなセリフの中見ますよ 花子ちゃんと太郎くんですがはいセリフの中を見ると「Why? Why」って言ってんだよ「花子ちゃん言ってんだよこれね」「なんであなた」「You」って誰太郎ですね。でしょ太郎ね。花ちゃんが「なんであなた太郎くん」「Ask me 私に頼んだの?」ってことでしょ。 私って誰これはなちゃんでしょ何々するように頼んだのってことですね。えー e 来るように頼んだのん何か来るよ。違う違ん違う。何か変だと思った。ね、えー、っとですね、えーっと、私にはなちゃんにですね。 ってくれてなんで太郎くん頼んだの私にね with you って太郎くんです太郎くんと一緒に行くとですねはいということで太郎くん寂しかったんでね花ちゃん一緒に付き合ってよって言ったわけですよはいなんで太郎くん太郎くん私にアスクしたのはいもう私花ちゃんが to come with you 太郎くんと一緒に行くってことですねはいこの内容を押さえておくんですね太郎ちゃんが花子ちゃんにお願いしたんですね で、一緒に来てくれっていう,うね。はい、そうすると、これを間接話法にします。で、間接話法というのは、今度は。セリフが来ません。内容が来るんです。いいですか。内容が来ます。なので。誠意の内容、言ったセリフの内容によってですね。今回は。why で始まってるんでしょなぜって聞いてるわけだから。 これです「Why?」っていうことから「Ask」になんです。「She asked me」。ね。はちゃんは私に尋ねたんです。ね、で、なぜ太郎くんがお願いしたんでしょ私太郎が。 花子ちゃんにお願いしたかってことですね花子ちゃんは私太郎に尋ねましたですね。なぜ太郎くん私に花ちゃんに何々してくれて頼んだのってことね 一緒に来てくれ、花ちゃんが一緒に行かなきゃいけないのは太郎くんですねこの場合の太郎くんは愛私ですから「み」ですねこうなるわけですやっこしいでしょ書き換えられなくてもいいけど内容はちゃんと追いかけていかないとあの誰の話をしてんだか全く分かんなくなりますこれに所有格つけなきゃいけないって時に例えば車だったら車でね車で一緒に行く誰の車で行くの彼女の車私の車車私 誰の車太郎くんの車っていうのも分からなくなっちゃうんで本当にこれややこしいんだけどよく練習しておいてくださいねはいこれは正解です「す、ね、はいなぜ太郎くん私が私である太郎が、ね、太郎である私が花ちゃんにお願いしたか一緒に来てくれ私と一緒に来てくれ」というふうにお願いしたかってことねそれを花子ちゃんが私太郎に尋ねたってことですはい じゃあ、えー、575番に行きまして「The Greg said, j o h don't call me after midnight、はい」またセリフですね「Set to 99」ってねちゃんとセリフが来てますけどセリフの中を見るとですね Don't after call me i i g まあこれはどうでもいいんだけどここが大事ね俺に電話するなよって言ったんですねで俺って誰ですかグレッグですねコールしちゃいけないのはジョンでしょ、ね、ジョンに言ったんだからねジョンよよく聞いてくれよと俺に電話するなよって言ってるのはグレッグですから、ね、ここでの「ミー」はグレッグですさあじゃあこれをですね内容を伝えましょう そうするとグレッグさあ今度は私に言ったんだけど言った内容ははい命令です命令を言ってます内容命令っていう内容を押さえてここには内容がきますセリフは来ませんなのでグレッグは命令してますからトールドですここをちゃんと選べますかねトールドですグレッグトールド私に言ってませんよ誰に言ってんですかジョンに言ったんですよ 気をつけてねジョンに言ってんですで何々してくれよこれテル誰誰トゥー不定イでしょジョンに何々するように命令するってことでしょはいなのでジョンゥーですがここに何々するなって言ってるんですねこうノットがついてるほらノットがあるからほらね何何々するなという,うに命令したんですグレッージョー・ナットゥー・ Call? 電話するなってことです誰に電話しないのグレッグ要するにヒムですね彼に電話するなってことです、ねはい、でアフターミッドナイト大丈夫でしょうか、ね、であのーまあ、最後ですけどアフターミッドナイトミッドナイトっていうのは真夜中っていうよりも12時ぴったんかまあ夜中の午前0時00分 タンコの時をミッドナイトって言います。だからピッタンコ幅がありませんからアットミッドナイトって言いますね。インザミッドナイトって言わないですよね。はい、アットミッドナイトって言いますね。はい、じゃあ五百七十六番ですね。よし、太いかこれですね。これがいいのかな。 えっと576番で I s a d to my dad, let's play catch これ分かる ?play catch ってキャッチボールすることで play catch って言うんですよ play catch ボールって言わないんですね play catch、えー、私は父に言いました let's play catch うーんキャッチボールしようよっ言ったんですねさあこれらのポイントは let's ですね言ったセリフの中身がですねこのセリフの中身ですけどもこの、ね、セリフのところがですね let's、えー、になってる時には使う動詞が アスクじゃないんですねないしようよって頼んだ「アスクでもないしそれから「てる」ええー、命令するとかっていう意味でもなくてですねこれを使いますね提案したってことですえっとプレーキャッチプレーキャッチボールをしようよとちゃんっていうふうに提案してるわけですね命令はしてませんねなのでプロポーズとも言いますねこれ両方使いますね はい、で「I suggest、uh, I suggested、uh, I proposed that」ですねあごめんなさい「誰で「to my dad」to my dad 父に提案しましたさでザッといいかね h a と何々だっていうことをね提案したんですねザッと誰がキャッチボールするんですか父ちゃんに言ってんだけど「let's let's って細かく分解すると レッドアス私たち何々しましょうよってことですよなので私たちがキャッチボールをするべきだというふうに提案したっていうね、えー、That We ShouldPlayCatch、はい」ざっと以下ちょっとねややこしいですけどざっ、えー、と以下は主語が We ですこのね「レッツの時はですね 主語が多いになりますで私たちが、えー、プレイキャッチするべきだということを提案したということですでさっきも言いましたけどこのシュッドはアメリカでは言わないことも多いですよということですねだらウィプレイキャッチ大丈夫ですかはいじゃ次いきますよえ百、ー、577番いきましょう He said me 彼は私にこんなことを言いました。セリフ、Did you go to school yesterday? えー、お前さ、昨日学校行ったのかってことですね。このね、和法の時にね、ポイントになるのはですね、まあ、時世とかもそうですけど、もう一つね、Yesterday ってやつ。これ、いつから見た昨日ですかねでしょ例えば、あの、まあ、明治維新でもなん、大政奉還でもいいけどね、1868年の3月10日とかだったら、 イエスタデっていうのは3月9日ですね150年ぐらい前のはいだからこのイエスタテが今から見たらいつなのかなっていうことをですね問題にするわけですねはいで見ていきましょうはいまずですね尋ねてますねお前さん何々したかいって尋ねてるわけですから彼は私に尋ねたはい内容を伝えてくださいお前言ったかな どうかな、言ったかどうかなっていうことで if if でですすね、ね何かかどうしら彼は私に「if 何々かどうかしら」を尋ねたまずこの形ちゃんと書けるようにしましょう「he a s me <S、まあ」フェザーもいいですよフェザーでもいいですけど、まあまあ、入試問題見てるとだいいたこう if」になってますんで「if」にしといた方がいいと思いますね「he a s me if <S、はい」さあじゃあ誰々が何々したかどうかということを彼は私に尋ねた。 さあこの中身見ていきますね。まず主語は誰ですか誰が言ったお前言ったかって聞いてるんだから私に聞いてるわけですから私が言ったかどうかですね。と、はいうことで「if」の中身を見るとまず主語にあたるのが「i」ですね。私が言ったかどうかです。はい実気をつけましょう。もう昔話ですから今行くんじゃないですからあの時に言ったかどうかですね。I went.、はい 学校は今から見たって学校は学校でしょ急に幼稚園になったりしませんからねスクールはスクールでいいわけですけど次です。イエスタデっていつから見たイエスタデこれね昨日のことで今日聞いてたら今日聞いててで僕が今こう書いてるのも今日ですさっき聞いたんだけどさ昨日行ったかどうかって俺に聞くんだよ父ちゃんとかね言うときだったらですよここは昨日、ここで言ってる昨日っていうのは今で言う昨日ですねだからここはイエスタデって言っていいんです。 そはいこれは昨日のことでそれを今日聞いて聞かれて今日今ここで書いてるっていう時ねそういう時はイエスタでいいんですけどもこれ結構特例なんですね普通はもう100年ぐらい前の話っていうのを考えましょう前日って考えますその前日。 書きます。The previous day ね前日にこの話題になったこの話がありますけどそれよりも1日前 The previous day に、えー、彼が私が学校に行ったかどうかということを彼が私に尋ねたっていうことなんですねはいじゃあ次ですねはい学習指導番 his him sister said him, 今度は彼の妹が彼に言ったんですよ。Please open the door.、ね、お兄ちゃん、ドアを開けてくださいなって言ったわけですね。で、今度はポイントは何かというとこの Please がついてるんですね。同じ命令文ですが、何々してくれる丁寧です。何してくださいませんかくださいなっていう時は、 命令したっていう風な内容には取れません命令ではなくてお願いしたってことですねはいなのでこの使う動詞がですねお願いするっていうですね「アスクになりますいいですか His him sister asked him.、ね、これで、えー、彼の妹は彼にお願いしたんですね。で、何をしてくれるかって、あすく誰々とフテーでしょ、ね。誰々に何々してくれって頼むわけですね。Him to open the door。はい。っていうのがありますね。プリーズンがついてるから、Ask になるということです。